こんにちは、クイズキュンです。今回は違う漢字探しです。問題は全部で7問あります。回答時間は30秒となっています。それでは早速やってみましょう。1問目です。レイという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。違う漢字はここにありました。札という漢字になっていましたね。最初の問題でしたが、見つけることができましたか。それでは次の問題に行きましょう。2問目です。幼いという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。違う漢字はここにありました。脅かすという漢字になっていましたね。慣れてきましたか。3問目です。マスが白黒になりましたね。まな板という漢字が並んでいます。違う漢字を見つけてください。終了です。答え合わせです。違う漢字はここにありました。祖先の祖という漢字になっていましたね。4問目です。マスの色が変化しましたね。スクという漢字が並んでいます。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。違う漢字はここにありました。流れるという漢字になっていましたね。これはかなり難問でしたね。5問目です。マスの色が増えましたね。キロメートルという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。違う漢字はここにありました。キロリットルという漢字になっていましたね。見つけることができましたか。
6問目です。漢字がランダムになりましたね。味噌のそという漢字です。違う漢字を探してください。終了です。答え合わせです。違う漢字はここにありました。噴火の噴という漢字になっていましたね。見つけることができましたか？次は最終問題です。7問目です。塩辛という漢字です。違う漢字を探してください。終了です。答え合わせです。違う漢字はここにありました。大という漢字になっていましたね。正解できましたか？それではおまけの問題です。食卓の卓という漢字です。違う漢字を20秒で探してください。タイムアップです。いかがでしたか？この問題の答えはクイズキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に動画の URL を記載していますので、わからなかった方はチェックしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。ズッキュンできましたか？よかったらコメントと高評価、チャンネル登録で応援をよろしくお願いします。それでは次回の挑戦もお待ちしていますね。